はい、こんにちは。今日はですね、配線の分岐のさせ方についてレクチャーしていきたいと思います。車の DIY で配線を分岐するって言ったら、この分岐コネクターを想像すると思います。もう一個あるのが、ギボシ端子を使って二股に分岐させてから分岐させる方法と、あとはハンダ付けとかいろんな方法がありますけど、まあ、僕今回こういうことをやるにあたって、まあ事前にいろいろと、調査をしたこともあるんですけども、これ、ね、意外とね、ハンダ付けを推奨してる人が多くて、逆に僕はびっくりしたんですけど、僕は今の会社に入社して、LINE の生産設備を直す仕事を25年してきたんですけど、もちろん配線の接続作業なんていうのは山ほどあるんですよ。まあ断線しますよね。ロボットとかいろんなものが設備の上に乗っかって生産するわけですから、自動的にね、まあ、いろんな稼働部位があって、そこにいろんな配線だとかエアホースだとか取り回しされてるんですよ。いろんなところで動作するんで、当然断線したりいろいろな不具合が発生するわけですよね。まあ、その中で、まあ、応急的に修理するときには血栓作業も入ってきますし、最悪配線の取り替え工事っていうのもあります。まあ、その中で僕は基本的に配線の接続作業をするときは、その血栓の方法でまず考えるのはコネクタを使って接続することを考えます。だからいわゆる車の DIY で言われるギボシ端子と似たようなものを使って接続することを考えます。車の場合はなんでか知らないけど、いろんなサイトで見るのがプロはハンダ付けをしますって書いてあったんですよ。ハンダ付けは僕は絶対にしないです。特に可動域でのハンダ付けは絶対に僕はチョイスしない。ハンダっていうのはパッと見た目金属で溶接されてるように見えてますけど、ものすごく脆いんで、もう振動にものすごく弱くて、振動するところにねハンダ付けをした場合はもう半年もしないうちにまた再断線します。まあ、それくらい脆いんですよね。でこれは初心者が使うものと、思ってる節があってですね、いやそうじゃなくて、基本的に設備を僕が修理するときは何を一番真っ先に考えるかっていうと、まず簡単にミスなく直せることを考えます。その中で絶対に再発をしないような処置の仕方どうするべきかってことを考えます。まあ第一条件ですよね、再発をしないこと。でその次にまず簡単に直せること、短時間で直せることも考えます。当然配線を全部やり直せば一番ベストなんですけど、配線をやり直すっていうことは1日がかりの仕事になっちゃうんで、そんな配線の断線だけで1日ラインを止めることは不可能ですよね。なので、まあ、コネクタを使って、まあ、5分10分で直すんですけど、コネクタを選択する理由はすごい簡単で、ミスがない、ミスが起きにくい。ハンダ付けは面倒くさいし、ミスが起きるし脆いで、ハンダ付けは絶対に注意せんというふうになります。これなんですけど、これはねエーモンさんの配線コネクターなんですけど、そうそう外れるものじゃないです。これはすごく優秀で、初心者の方でもほぼミスがなくできるすごくいいものなので、これは絶対使うべきです。これをつけて外れるってことはまあほぼないですね。だからこれを僕いつも新車で買って、自分がつけたいものを車にバーってつけるんですけど、一番最初買って半年1年ぐらいでみんなつけちゃって、そのままあとは乗るんですけど、基本的に10年経っても外れることはないです。当然やり方によるんですけど、ちゃんとしっかり処理をして取り付ければ絶対に外れることはありません。なので今回これをどうやって使っていくのかをちょっとやっていこうと思うので、それではですね、配線の接続作業をやっていこうと思います。これは 0.5 スケの配線の分岐タップです。で 0.2 スケは白のやつですよね。まあ、多分車で使うにはこの 0.5 か白い 0.2 スケか、まあ、どっちかだと思うんですけど、まあ、やっぱ時々あるのがですね、 0.5 スケの線から 0.2 スケを分岐させたいとか、そういうことが起きると思うんですよ。まあ異形の配線分岐のタップも売ってますけど、まあ、なかなかそう使うこともないので、持ってない人が多いと思うんですよね。まあそういった時のこととかもどうやってやっていくのかっていうのを、これを使って伝授していきたいと思います。ここに 0.5 スケの線を用意しましたけど、これ見てもらえば分かりますけど、これ分かるかな。これ見るとこっち側にポコッと半月形のこっちが出てて、こっちは何もないですよね。こっちはメインの分岐させるラインの配線で、こっちが分岐したいものを持ってくるラインになります。まあ、やり方としてはですね、これが分岐させたい配線だと、まあ、こういう風にしてもらって、まずプライヤーで止めますと。まあ、これでいいですよね。で次にこっちの分岐させたい側に分岐させたい側を持ってきて、こういう風にやって、まあ、これで、まあ、こんな感じで分岐できましたよね。でこんな簡単にできるんですよね、これね。でこれもうこれ絶対もうしっかり噛んじゃってるんで抜けないです。で最終的に
不意にこう取れたりすることがまあほぼないんですけど、まあ、それが嫌なんで、まあ、こうやってねテープで養生しちゃいます。こういう風にまあ梨地テープでこうやって養生しちゃうとですね、まあこれでもうよっぽどこれが外れることはないので、どうでしょうね、作業的にはもう30秒から1分ぐらいでできましたけど、この何もない状態でね、まあこんな簡単にできます。でこれを使わない手はないですよね。でこれ 0.5 と 0.5 スケで、こういう風に分岐ましたけど、よくあるのが 0.5 スケに 0.2 スケの線を分岐させたいよってありますよね。メインの配線は 0.5 スケでちょっと太い線が使われてるんだけど、 LED とかそういう付けたいものの線が 0.2 スケって結構あるじゃないですか。まあそういった場合に、まあ異形の分岐タップがあればいいんだけど、多分持ってないし、かといって 0.2 スケに合わせて 0.2 スケの分岐を持ってくると、このメインの配線を断線させてしまって良くないので、やっぱり 0.5 スケを使わなくちゃいけないんですけど、そうするとですね、0.2 付けをこれにそのまま付けるとどうなるかをやりますけど、これをこうやってこれに分岐させます。ちょっと色が一緒で申し訳ないんですけど、見た目ちゃんとついたように見えるじゃないですか。 0.2 付け、あ、使えるじゃんと思うけど、これまあ抜けないしね、こうね。だけどこれ中開けると、よいしょ、あ、これはちゃんと皮膚が、まあ、削れてたけど、皮膚がめくれないことありますよね。でそういった時に僕はどうするかっていうとですね、こういう風に剥いちゃいます。配線を一回こういう風にね、このままつけちゃうと当然抜けちゃいますんで、かかりがないんで、これを、こういう風に折り曲げます。こういう風にね、こういう風に折り曲げちゃいます。皮膚がニュースで、この折り曲げたやつをそのままこう下に向けて、こういう風にして一緒にかましてしまうと、こういう風にね、よいしょ。そうするとまあどういうことが起きるかっていうと、皮膚でもうがっちりその爪でかかって抜けなくなります。祖先をですね、皮膚側に折り曲げて一緒にこう抱き合わせたんで、もう絶対導通してるじゃないですか。でさらにこの 0.2 スケの線を一回折り曲げてるんで、単純にその祖先分太くなってくるんで、まあ余計抜けにくくなるっていうね、こういうメリットがありますんで、まあこういう付け方をしてもらえば、一つ大きいエレクトロタップでも、使うことができますんで、これちょっと裏技ですけど、で実際これ強いんでね、そんな抜けるようなもんでもないんで大丈夫です。一番やっちゃいけないのは、車両側のメインの配線だけは絶対に断線させちゃいけないんで、こっち側の線の太さには絶対エレクトロタップ合わせなくちゃいけないじゃないですか。でもこっち側ってのは別にやり直しできるし、後で追加したものなので、仮に絶縁不良とか起きてもいくらでもやり直せますけどね、こっちはやり直しが効かないじゃないですか。だからこっち側には絶対合わせなくちゃいけないけど、この分岐させる側は、まあ、別にそういう風に応急的にやっても最悪やり直せますし、全然問題がないと思います。ハンダ付け僕はさっきしないって言いましたけど、ハンダ付けのメリットもあるにはあります。やっぱりこのタップを使うと太いじゃないですか。太いでやっぱり邪魔ですよね。でなるべく細くしたいっていうのあるじゃないですか。そういう時はハンダ付けもありかなと思いますけど、でもハンダ付けはもう選択肢の一番最後ですよね。基本的に車の中で作業するときはハンダ付けはもう絶対しない方がいいです。なんでかっていうと、いろんな線が来てて、その中でハンダ付けをするってことは他の線を傷つける可能性があるじゃないですか。まあそういうリスクを背負ってまでハンダ付けをするメリットっていうのはほとんどないし、ものすごく脆くて断線しやすいんで、何のメリットもないです。ただ見た目が細くて、綺麗に仕上げができるかなって程度しかメリットはありませんので、選択肢の中にはないですね。机の上で作業ができる場合はハンダ付けもありです。まあこうやってハンダ付けを今からやってみますけど、ハンダ付けっていうのは意外とこう簡単そうに見えてすごく難しくてですね、そうそう素人がですねきっちりハンダ付けをできるようなもんじゃないんですよね。ハンダっていうのはついてるように見えても実はちゃんと溶け込んでないと、もう全然お話にならないんで、すぐ断線しちゃうんで、ハンダでしっかり溶け込ませてつけるのはですね、やっぱり何が難しいかっていうと、皮膚が溶けちゃうんですよね。皮膚が溶けやすいで、まあちょっとやりますけど、まあちょっと細く仕上げようと思うと、こういう感じで絡ませれば、まあ細く仕上げられますよね。でここから分岐をさせて、まあ 0.2 付けを分岐させますか。 0.2 付けを分岐させましょう。ハンダの台がちょっと、ハンダごと具台がないんで、ちょっとこいつを使わせてもらいますけど、あんまり真似はしないでくださいね。このテープのこのところを台にしてやりますけど、これハンダ付けの難しさっていうのはちゃんと溶け込まないんですよね、なかなかね。
よし。でこれでしっかり溶け込んで、分岐できましたけどね、まあ、見た目はね確かになんかかっこいいし綺麗なんだけど、これねこう見えてすごい断線しやすいんですよ。なんでこれ断線しやすいかっていうと、これハンダこうついてるところってやっぱり硬くなるじゃないですか。ここの祖先は柔らかいじゃないですか。要はこうやって柔らかいですよね。こうでもここはやっぱりこう手でこうやってやっても折れないぐらい硬いじゃないですか。硬い柔らかいなんでここに応力がかかっちゃうんですよ。どうしてもここにね、この部分に。そうするとこう振動がこうずっと続いてる時にここは硬くてここが柔らかいんで、ここの根元に応力がかかってここが断線するんですよ。なんで基本的にはこういう風にやった場合は熱収縮チューブを使ってここを養生します。でこれ熱収縮チューブなんですけど、ね、こういうのを使って基本的には養生します。でここはテープでやるよりも絶対熱収縮チューブを使ってですね、こういう風に養生をしちゃった方が絶対にいいんですよね。こういう風にね、こういう風にでこういう風にして、でこの前紹介したんですけど、このヒートガンね、このヒートガンを使ってこの熱収縮チューブを今から収縮させていきます。でこうやってまっすぐ熱くなるんでね、こうちょっと、まあ、縮んでいくのが分かると思うんですけど、分かります、縮んできましたよね。こんな感じかな。でここまでやれれば、まあ、ハンダ付けでもいいかなとは思いますけど、こんな感じで、まあ、しっかりくっつけれればね、まあ、はっきり言ってめちゃめちゃ手間っすよね。どうでした、これでやる方がいいか、それともハンダ付けした方がいいかって言ったら絶対ハンダ付け嫌じゃないですか。でしかもハンダ付け、これは綺麗に見えてるだけで何のメリットもないです。ただスリムになっただけでメリットはないかな。車の DIY のプロはハンダ付けを選択するなんて書いてあるんですけど、僕は設備の、直すプロですけど、経験年数的には25年設備のメンテナンスに携わってるんで、僕は絶対ハンダ付けっていうのはチョイスしないんですよ。もう絶対に、特に振動するようなところなんかは絶対ハンダ付けは使わないです。設備でどうやってやるかっていうのを、ちょっと言っておきます。生産設備で使われる、コネクタっていうのはこういう車でいう擬母子端子とほぼ似てるんですけど、まあこんなようなね、こういうようなオスメスコネクタがねあるんですよ。こういうふうに、車の擬母子端子はこういうオスメスコネクタでね、こういう規格品になってまして、でこれ設備のオスメスコネクタ、まあこういう違いがあるんですけど、まあ基本的には、まあ、これもどっちも強度的には一緒かなと思います。それ で設備で僕がこういう端子が ない場合にやるのがこういう丸端子っていうのがあるんですけど、これを圧着してこういう風に背中合わせにしてボルトナットでとも締めにして絶縁テープでぐるぐる巻きにしてやるってことはあります。なんでハンダ付けっていうことは基本的にはやらないです。それくらいハンダ付けっていうのはデメリットしかないのでやらないです。特に振動してるようなところにあるなんてご法度なんで、こういうのはどうでしょうね、もう絶対そこから動かないようなパソコンとか、まあそういったものについては見た目も綺麗だしいいと思いますけど、パソコンとかの配線でこんなの使うともう見た目かっこ悪いし、ハンダの方が絶対いいんですけど、見た目的に車は振動するんで絶対ハンダ付けはダメです。やってはいけません、ハンダ付けは。でハンダ付けやると数年で不具合が出ますよ、そのハンダのところから。まあ、ハンダってクラックが入るんで、クラック、ひびが入っちゃうんで、そこからやっぱ断線するんですよ。で、電化製品とかの不具合で最も多いのが、やっぱりハンダのクラックです。まあそれぐらいハンダっていうのは脆いんですよね。で、テレビとか映らなくなる原因は、まあ冷えたり暖かくなったり、冷えたり暖かくなったりを繰り返すことによって、ハンダが劣化して、クラックが入って壊れるのが大半です。で、テレビが10年で壊れた場合に何が悪いかっていうと、ハンダのクラックです。ハンダのクラックを全部修正してあげれば治ることが大半だと思いますけど、まあハンダってはそんなもんですよね。なんでハンダなんかを使って配線を接続するってのは言語道断です。まあ僕の持論ですけど、多分こうやってハンダなんか使うんじゃねえって言ったら多分僕しかいないと思うんですけど、車系やってる人でね、まあ、僕は基本的にはやらないです。で僕は設備を直してる観点からハンダは使わないという
結論に達してますんで。でね、やっぱりハンダはね、技術がいるんですよ。で、これ僕ささっと やったんで、なんか簡単に見えますけど、まあまあめんどくさいですからね。これ溶け込まさなくちゃいけないんで、表面上だけさらっとつけてついたように見えて、ちゃんと溶け込んでないとすぐ断線しちゃいますからね。ある程度の経験と技能がいるんで、そんなめんどくさいことを車のあんな狭い中でやるなんていうのはほぼ不可能に近いんで、こういう机の上でしっかり腰を据えて作業できる時以外はハンダ付けっていうのはしちゃいけません。これはぜひぜひ覚えておいてください。全然これを使ってばいいです。今回は配線の分岐の仕方をやりました。少し言うとですね、リスクを一番減らせる方法で配線作業っていうのはしていかなくちゃいけないので、最初はもう本当にこういう基礎編から始めてって、ちょっともう少しずつ応用がぜひぜひ気になる方がいればチャンネル登録お願いします。